いことがある。え、いいよ、何でも聞いて。目を輝かせるんじゃない。お前、第四階層までは一人で来たのか。うん、天秤の結社は人手不足だから。基地に仲間はいたけど、道中は一人。大して戦う力もないというのに、よく生き延びられたものだ。全部精霊のおかげだよ。安全な道を教えてくれたり、戦うための力を貸してくれたり、おかげでここまで来ることができた。確かにな。どんな手段でたぶらかしたのだ。そんなことしてないよ。ただ言葉を交わしただけ。あとは自分から相手を好きになるってことかな。真心を伝えれば精霊は応えてくれる。ミュトスのことも好きだよ。知るか。しかし単なるガキでないのは理解した。わーい、褒められた。褒めてない、調子に乗るな。あ、それからもう一つ。ここまで来ることができたのはミュトスのおかげ。我の？あなたと会ってお話ししたい。何を考え何が好きなのか知りたい。奈落は怖い場所だけど、その思いがあったから。何のことだ。我は嬉しくもなんともない。だいたい我は友になるつもりなど。これからもよろしくね、ミュトス。